軽いから宅急便の荷物かなんか積んでんのかな。だろうね、しかないだろうね。うん、走ってて軽いからよ、揺れ方が。積んでるともっと煽られるんだけど。Thank you.
日差しもあるけど、すげえな言葉。ずっと持ってる。毎日持ってると金大変だから。1週間に別にこっち行ったから今度こっちに行って軽箱に行ってくる。1年ぐらい持つよ。1年ぐらい持つよ。なあ、うん、順番にな。うん、月2回来れば1年は持つよ。毎日やってこっち行ったら金が大変。毎日は行けねえだろ。毎週大変だからね。2週間だ。月2回来るんだ。ああ、うん、月行っちゃったら足んねえよ、1年じゃ。え？ねえ。うん。アンダーガンだもんな。だからあれによって中身が違うんだろうから、モデルによって内装が。あんだけいっぱいあったら楽しみだよ。次帰ったら1年足んねって。うん。それは財布の具合と言えなくちゃならねえから。まあ月1回旅行行くと考えたらかなり安いよ。まあそりゃそうだよ。飲んだり食ったりしなきゃお金はそんなにはかかんねえんだもん。かかんねえ。泊まったってそれ飲んだり食ったりするからそれにかかんだもん。それがね、うん、ああいうとこは。ここだそうだもんね。なんだろう、一番金かかってるもんね。そう。うちは旅行行ってもお酒飲まねえから金かかんねえんだもん。宿賃だけで済んじゃうから。それでもね、行程によってに食うからね。うん。いや、ホテルに飯だけで行って帰ってこないと無理だろうよ。うん。え？今だいたい表で飯食えばだいたい1000円だもん。みんなしてああいうふうに飲んだり食ったりするからお金が回るんだもんね。うん、世の中ね。そう。ああいう道で飲んだり買ったり食べたりするからお金が回るんだもんね。ラーメン屋だって6人でもってどうたらこうたら目視したじゃない。席がどうたらこうたらって、あれ座席の席は嫌なんだろ。あの腰掛けるとこがいいんだろ。俺ら見たとこ、会社で暗めに行ったりするけど、6人とか行っても別に別れても全然いいですよね。うん、別れても全然いいですよ。6人とかそもそも入れないからね、狭いからね。うん、6人一緒にそんなのやったらダメな国でバーカって他の人が思ってる。ああ、みんなに一緒に席座りたかったらな、お手で組んでね、バーカと思ってなかなかって言ってもしょうがない。他の人がね、それはしょうがない。多分家族だろうから。母ちゃん晩飯作るの大変だからラーメン行こうって来たんだろ。家族全員で6人じゃラーメン屋だから、ラーメン屋でも5000円ぐらい使うからね。うん、6人じゃだって1人1000円として6000円使うもん。6000円だもん。でラーメンと餃子ぐらい食うだろうから。食うだろうね。うん、ラーメンだからラーメンでバカになんねえんだよ今。2人で約3000円近かかってんだよ。3000円近かかってんだよ。いや、ラーメンって言うけどね、バカになんねえんだって。バカなんねえね今は。ラーメンって言うと
昔350円ぐらいで軽く食えたからよ。そういう頭があるからラーメンだと安いと思ってんだよ。まあ、ファミレスで食えるから安いけど、ファミレスで食えるから安いけど、ファミレスで食えるから安いけど、ファミレスで食ったら3000円足んねえもん。まで食ったら余裕券は安いよ。余裕券は安いよ。あそこは安い。定食にしてよ、うん。あそこは若い人にはいいよ。まあ安いからにちょっとおかずが少ないめだけど。少ないめだけどね。飯食うされたからね。うん。ただ飯やおかわり自由だから若い人には最高だよ。この間のアンチョビで無だろ。まずいっぱい目だろ。とりあえず食っちゃダメしたけ。うん。え？うん。何杯食ったっていいんだもん。いっぱい目、いっぱい目や。ちょこちょこで飯だ、とりあえず飯だ、ここだ。いっぱい目、おかず6スポ食わねえで飯食って。で、2杯目から食うと。おかずちょこちょこ食ってやって。で、3杯目で締めると。3杯目のおしっこで締めると。
まあ昔も今もそんなに変わってないんだよな、うん、金額も多少は高くなってるけど。山越えれば4号線だもん。6じゃん。石川は110発のでしょ。うん、110発のでしょ。俗に言う中通りだから。ここは中通りだ。山越えてば鹿川だもん。近い方は6号線だけど、今だったら序盤とか早いんだな、今だったら序盤とか早いんだな、あの千葉北から入れるから、昔は序盤で柏屋入ったから大したかなと思ってた。行かれても中途半端のとこにあんねん、土地としては。高速から行くと
こぼいてたよ、燃料あれが来るって。俺もう関係ねえのにって、野球なんて。フラッシュはね、出身だから。ああいうのは相当昔の人まで出身だと言うんだろ、だろうね、寄付は。まあ、寄付はね、うん、だって大変なものは、あの1回戦で負けて帰ってればいいけどよ。1回戦負けて帰ってばいいんだよ。1回戦負けて帰ってばいいんだよ。もうだからよ、中途半端で帰ってくると多分1回戦だけだと最初の寄付はみんな出してくれるからね。そうそう、行くんだろうかね、うん、だから2回戦とか3回戦になると、うん、ほら寄付がまた2回目3回目行くんだよ。多分1回戦で負けたら寄付が余るんだよね、うん、そうすると繰り越しはできるからね、来年にね。ねえ、うん、甲子園行ったってだけで学校有名になるんだからよ。だからいいんだよそれで。だって甲子園行ったってとか知ってるもんね。うん、岩倉さんはね、あ、甲子園行ったじゃん、知ってる人いるもんね。まあ、関一なかったら同等レベルだからね。うん、関一なかったら同じクラスだから多分知ってると思うよ。東東京いいとこ入ってるじゃんっていう。ベスト8とか入ってるからね、大体ね、うん、ベスト8ぐらい入ってるからね、うん、やったおめえ、江戸川の真ん中というのあのバカ学校がおめえ甲子園行ったらおめえ途端に有名校になっちゃうんだもん。先輩曰く、会社先輩曰く、東東京で常にベスト8とか行ってれば田舎の学校ったら常に甲子園出てるよって。そりゃそうだよ、そんなレベルだ。東京だから行けないんだもん。東京だけで行けないもんって、相手がたくさんいるから行けないときだって。そうそうそう、それはしょうがねえ、うん、だから東京はあの東東京に西東京ってあるんだもん、学校多いから、うん、でも関東の国家強いのは仕方がないよね。関西の関西の国家が残っちゃうのは、うん、甲子園で残るのはね、うん、関東の関西の国家が残るのがね、それはしょうがねえよ。だってそもそも甲子園に来るまで試合のレベルが倍以上違うんだって。あれが違うんだもん、予選が違うんだもんね、うん、千葉の大会でもって半分勝てばね、もう甲子園出場できて、鳥取県とか島根県じゃない。そうだよ、うん、学校がないんだもん。ないんだもんね、うん、それはしょうがない言っても、経験値が少ないんだもんね、うん、うん、千葉とか関東の学校比べて半分じゃ勝てるよって。山のこれあの埼玉とか関東出身でちょっといい成績があったら、ね、ああいう地方の子もいたら甲子園出れるよってだそういう子もいるんでしょう。だから東北高校とかそうだよね、青森山田とかそうだよね、絶対に。こっちじゃ自分もレギュラーになれねえってのがあるからそっち行くんだよ。だろうね、留学で。甲子園行くの夢かもしれないけど、
プロになりたいんだったら。だって大阪通りなくすぎじゃん。プロに行ったら何人もいるじゃん。プロに行ったら何人もいるじゃん。うん、それはしょうがねえよ。そういう学校だから。学校だからね。同じで強い陸上でも、でも強い学校行けばそれだけ厳しいんだよ、練習が、競争も。だそういうとこ行ってわわ最後じゃねえよって逆に言ってるよね。ああいう可愛がりとかあんじゃん。そんならそんなありきだろ。そんな強い高校行ったらね、先輩も絶対だろって。なのはしょうがないじゃん。サーンの方おかしいんだもん、うん、だから強いんだろって。だから強い。でも今の時代はしょうがない、そういうのを作られれば、うん、ビールがそうだもんね。作られればそれ正面出ちゃうからしょうがない。それは作られればね、うん、この先左からの合流があります。作るのは匿名で作るんだろうけど、やられた本人かもしれない。肩着取ってる。あれじゃ肩着取れねえからよ、力じゃ。甲子園行けないようにしてやるって。作る人は匿名でしょ、うん、まあ作られたのは分かるけど、誰が作ったかっていくら匿名でやっても、その次はもう後の祭りで分かったって。テレビのニュースで放送されちゃったらどうにもなんねえべ。だってどうなんねえね、うん、宝とかでもなんでグループ会社のあれもね、社長が謝ってたってあれもおかしいって言ったでしょうかね。宝塚で作られたんだよ、中の女の子から。でなんで阪急の社長が謝ってて、と意味わからない。それは言ってもしょうがない。阪急はあれだから、本家本元だから。理解してるんでしょ、だから、うん、あれをよくいいよ。でも回り回って阪急の社長トークショーと、ああいうとこだから女だから余計そういういじめ激しいんじゃねえの。激しいと思うよ、女だから、うん、野郎よりも、うん、やるはね、肉体だけでもね、ほら、狙うって心がだけどね、肉体的なので、女は肉体的でしょ。そう、肉体的でしょ、精神的でしょ。で、ちょっとほら、新人がちょっと頭もたげてきてよ、壊れしてくると、先輩の役取ったりするとよ、男だったら顔ぶんだったら好きだった、この野郎って。
こにタバコの芯あってたりよ。母だけになるからよ、うん、見えないとこだってこと、背中とかそういうとこで、うん、手足は全部出すから、うん、女らしか見えないとこだろ、うん、だからケツとかほら見えねえから、だったと思うよ。だから腕はやんないよ。ドルスティブとか太くても。足とか腕はやらない。あとスカートで隠れちゃったところでしょ。ミニスカートだから見えてくるとか、こう出せない、膝より下はやらないよって言って。お尻とかさ。だか簡単に言えばパンツの中に入るようなところだよ。そうそうそう。絶対に表に出ないと思う。知りたいな。モモだってほらこのまでのパンツ履くからよ、うん、全部出ちゃうから出ちゃうからね、うん、だって水着みたいなの着てやるんだもん、うん、みたいなのよやるからね、着てやるから、だから絶対に表に出ないのはケツでしょ、ケツと胸ね、うん、胸は女だから、あざとかできたら大変だからやっぱやんないでしょ、やんないと思うけど、だからケツだよね、ケツだよ、ケツの上の方ね、自分で突っ込んだって手いって突っ込んだ、傷は痛いと思っても瞬間よ、あと大丈夫だから、痛い痛い、傷転んでここで痛かったね、傷転んでだってケツから転べば痛いと思ったってあとなんともねえもん、ケツから転ぶってことはまずないけどさ、ないけどね、うん、滑っただけでケツが転ぶだ、うん、大体腕だもんね、うん、大体一番先につくのは手だもん、転んだ時に体守ろうとするから、だから手首逃げたとかあるもんね、うん、
たのはやっぱり左の方指示だ。こっち腹はなってこなかった。だから手でこう変わったんでしょ。無意識だけどな、自分では。道路に穴が開いたんだから、あのあれ道路のあれに管理者に言えば医者代ぐらい出んだよな。出るよ、全部出るよ、大学中全部出るよ、うん、だから